手放せないで、はいうん、ずっと宝物です。<う>この度は素敵な賞をいただき本当にありがとうございます。えー、っと、まあ最初率直に僕ですかってなったんですけど、えー、本当に素直にあのスニーカーとかも好きなので、えー、っととても光栄に思っております。 すごく個人的な話になってしまうんですけどあの私服が結構カジュアルというよりかは結構フォーマルな感じというか、はい、あのスーツのセットアップだったりとかコートだったりとかがすごく多くなってしまうのでその中でスニーカーって結構外してくれてなんかフォーマルすぎない感じになる決めすぎてない感じがすすすごく僕は好きででねねそうですねやっぱりその衣装ごとに合ったあの靴を用意するんですけれどもまあさいダンスとかも。 あのやるので結構踊りやすい靴をあの優先して選んだりとかをします、うんまあ、勝負靴というか、はいはい、母親に誕生日で買ってもらったあのスニーカーカですかね誕生日に、はい、どんなスニーカーを買っていただいたただんでしょうか割と結構スポーティーな感じなんですけれども、はい、某有名あのレアなやつを買ってもらいまして、はい、でもやっぱりね、ま、いいですよねプレゼントでいただくとねそうですね。 はい、それはちなみに今はどんなところで活躍されていますか、それがもう、あのまあ、旬を過ぎまして、今はあの自分の,あのなんていうんでし、ね、あの衣装部屋に眠ってるんですけど、でも,でも手放せないで、はいうん、ずっと宝物です。そうですよねお母さんからいただいたスニーカーっていうと、手放せないですよねそうですね。は